ベネディクトゥス15世は、ローマ教皇、カトリック教会の司教。本名、ジャコモデッラ・キエーザ。第一次世界大戦という未曾有の惨劇を乗り越え、世俗国家の仲介者としての新しい、カトリック教会のあり方を模索した。1854年11月21日、ジェノバの貴族の家に生まれたキエーザは、バチカンの外交官としての道を歩み、1875年に、 法学の博士号を取得した。彼は当時の大物数奇教だったマリアのランポルタに抜擢されてローマ教皇庁でのポストを得、教皇庁の国務長官にまでなった。1907年にボローニャの大司教になり、1914年に数奇教に挙げられた。第一次世界大戦が勃発して、すぐにピウス10世が亡くなると、キエーザは教皇に選ばれ、 ベネディクトゥス15世を名乗った。ベネディクトゥス15世は教皇としてバチカンの普遍中立を宣言し、平和実現のため仲介者となろうと様々な外交努力を行った。しかし、19世紀以降の教会と国家の断絶顔を引いていたため無視され続けた。戦後になると世俗国家の仲介者としてのバチカンを目指した彼の継続的な努力がようやく実り始めたが、 その成果を見ることなく1922年冬によう、去った。その死から4ヶ月後、エストニアとのコンコルダートが締結された。ベネディクトゥス15世はまた、聖教会との対話の再会を意図したことでも知られる。在位中に、ジャンヌ・ダルクとリジューのテレーズを含む4人を劣勢し、ルイーズ・ド・マリアックなど、計36人を劣服した。ありがとうございます。